切ってお料理をした後のお食事始めの一番しぼり、はあ、なんか絵まで書いてごめんなさいちょっと字が小さいんですけれど <laughs> お料理が美味しいというよりか一番絞りが例えばお店に行ってあったりお家の中であると必ず誰か一緒にいると持たされてあのこう一番絞りポーズみたいなのを必ずさせられて必ず写真撮られるっていうのが結構コレクションがたくさんありまして <laughs> 一番絞りポーズってな,っのなんかこうなんか飲んでんかああ幸せみたいな顔なんかでも満島さんと飲んだら、はい、そこにこう一番絞りがあったらちょっといつもでやってくれるって言いたくなりますよね <laughs> そ,うそうなんですあのそういうあの、まあ、今はちょっとたくさんの人数で集まれないですけれどこういっぱいお料理を作って本当は友と語らう前の一番絞りとかが好きですけどはい。 午後5時うちが子供がまだちっちゃいから食事時間早いじゃないですかで食事の準備をだいたい下ごしらえまずするじゃないですかでやってる最中も飲みたいんだけどこう一応気持ち的にあまり早く飲みすぎるのがあれなんで5時過ぎた頃に娘に「もうちょっと飲んでいい?」<laughs> 分かったよ」つっ,って冷蔵庫から出してくれるんですよ。 でそれを飲みながらあの料理を作るっていう新一番搾りということでまた新たにあの概念が変わるくらいもうとても美味しいものが出来上がっております、えー、葵ちゃんみたいにまだビールにこれからチャレンジしていくぞという方もあの野間口さんのようにビールが今まで一番搾りを愛してきた方もあにもすごくあの好きになってもらえる新一番搾りだと思います。 ぜひ、あのお試しください。今日はありがとうございました。